回は日本海軍で使用された陸上攻撃機を紹介していきます。略して烈攻とも呼ばれる陸上攻撃機は、陸上を攻撃する機体という意味ではなく、陸上基地から発進し、主に敵艦への雷撃を行う攻撃機のことを言います。軍縮条約により米海軍への不利を認識していた日本海軍では、他国よりも陸上機を重視する傾向にあり、烈攻は日本海軍だけが運用していた特徴的な機種でした。実戦においても中国大陸への土用爆撃やマレー沖海戦での衛星間撃沈など多くの活躍を見せた陸上攻撃機。日本海軍の烈攻にはどのような機体があったのでしょうか。九三式陸上攻撃機。日本海軍で初めて陸上攻撃機という名称を冠した機体が九三式陸上攻撃機です。もともとは空母で運用する大型の艦上攻撃機として計画されたもので、1932年に初飛行を行いました。しかし操縦性の悪さやエンジンの出力不足、ビブの振動など問題が多く、艦上機としての採用は見送られることになります。代わって1936年に陸上攻撃機として採用されましたが、すでに旧式化していたため実戦の経験はなく、訓練機として使用されていました。9号式陸上攻撃機。9号式陸上攻撃機は日本海軍初となる当初から烈攻として計画された陸上攻撃機です。当時は日本海軍最大の機体であり、全幅32メートル、重量11トン、爆弾搭載量2トンに2800キロ以上の長大な航続距離を持っており、後の96式烈攻が中攻と言われたのに対して大攻という名称が付けられました。この規模の大型機としては優秀な性能を持っていた9号式ですが、大型機であるがゆえに強度不足やエンジンの不調といった問題も見られ、後から開発された96式烈攻の性能が良かったこともあって、生産はわずか8機で打ち切られます。数は少ないものの、9号式烈攻は日中戦争において96式の損害を補填するために現地部隊に配備され実戦を経験しています。この時は爆撃や輸送の任務につきましたが、運用は制空権を確保している地域に限られていました。96式陸上攻撃機。96式陸上攻撃機は日本海軍で初めて本格的に実戦に投入され、実用的陸上攻撃機となった機体です。9号式の大攻に対して、本機と後継の1式陸上攻撃機は中攻と呼ばれて親しまれました。96式陸攻は最大時速416キロと、当時としては高速を誇り、最大4500キロ以上の長大な航続距離を持つ優れた機体で、空気抵抗を減らす引き込み足や、沈頭鋲の全面採用、自動操縦装置など画期的な設計を備えていました。総生産数は1048機が生産され、日中戦争から太平洋戦争まで広い戦場で活躍したことは本機の性能を示す証明といえます。輸送機型も作られたほか、払い下げられたものが民間でも使用され、毎日新聞社の民本号は1939年8月に国産機初となる世界一周飛行に成功。大日本航空のそよ風号は1939年4月のイラン皇太子の結婚式に軽縮施設を登場させて、日本からイランへの往復飛行を実施しました。実戦では日中戦争において土用爆撃として、九州や台湾の航空基地から東シナ海を越えて中国大陸を爆撃し、96式烈攻の名を広く知らしめることになりました。ですが護衛戦闘機がつかなかったことや、機体自体が被弾にもろかったこともあり、大きな損害を出しています。太平洋戦争開戦後は徐々に後継の1式烈攻も配備されるようになりますが、96式もまだまだ現役で、マレー沖海戦は衛戦艦レパルス、プリンスオブウェールズを撃沈。日本海軍が誇る烈攻の優秀さと航空機の時代の到来を世界に見せつけました。1式陸上攻撃機。1式陸上攻撃機は96式烈攻の後継として開発され、太平洋戦争で日本海軍の主力攻撃機となった機体です。
日中戦争で活躍を見せた九六式陸攻ですが、敵機の攻撃に対しては脆弱で大きな損害を出していました。そこで一式陸攻は敵機から逃げ切るために最大速度時速450キロの高速化を図るとともに、防御機銃として強力な20ミリ機銃を採用し、敵機の攻撃に強い機体を目指しました。しかし実際にはまだまだ脆弱で、特に主翼内部のインテグラルタンクは前後にしか防弾ゴムがないため、敵弾を受けると発火しやすく、一発当たれば火を吹くワンショットライター、一式ライターといった不名誉なあだ名がつくことになります。ただ高高度性能や速度性能に優れていたことから、米軍ではそれなりに落としにくい機体と認識されており、戦争中盤以降は消火設備や防弾タンクを備えたタイプも作られています。一式陸攻の生産数は2435機で、日本海軍の総発機の中では最多となっており、マレー沖海戦での活躍をはじめ、ベンネル島沖海戦では従順シカゴを撃沈、戦争終盤には特攻兵器オーカの母機として運用されたほか、終戦時には緑十字を描いた本機が日本の降伏準備のための使節団を乗せてフィリピンへ飛行しています。新山。新山は日本海軍が中高よりもさらに搭載力・航続距離に優れた機体を目指して開発した陸攻です。中高に対して大攻と呼ばれ、日本軍機には数少ない4発の大型機で、全幅は42メートルと B-29 にも匹敵する大きさを誇り、日本海軍が手掛けた機体の中では最大のものとなります。新山の開発にあたっては、アメリカからダグラス社の輸送機 DC-4E が輸入され参考にされました。しかしこれ自体が性能に問題がある機体で、新山自身もエンジンの問題もあって性能が要求を下回り、さらに油圧系にもトラブルを抱えていたことから、失敗作としてわずか6機が試作されただけに終わります。このうち4機は輸送機として改造され、南東への輸送作戦に従事、日本からは武器弾薬や医薬品を、現地からは兵員や戦死者の遺骨などを運び、魚雷を丸ごと運ぶことができる輸送機として重宝されました。連山。新山に続く4発大型陸上攻撃機連山は、旅客した米軍の B-17 を参考に開発された機体です。これまでの陸攻は敵艦への雷撃をメインの任務としていましたが、連山の場合は長距離を飛行して高高度から敵航空基地を爆撃することとなっており、従来の陸攻とは大きく異なる役割を担う機体でした。そのために最高速度は666キロ、航続距離1万1000キロ、搭載量4トンという非常に高い要求性能が求められています。1944年10月には、開発開始からわずか1年ほどで、試作1号機が初飛行を行う異例の開発ペースを見せました。しかし、エンジンに問題があり、排気タービンも不調だった連山の飛行試験は進まず、戦況の悪化や資源の不足もあり、1945年6月には開発中止とされています。新山、連山ともに日本海軍の大攻は、どうと開発の努力が実を結ぶことなく終戦を迎えることとなりました。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。